皆さん、こんにちは。憲法入門の入門69ということで始めさせていただきます。今日は地方自治ですね、について、一連のお話をしたいと思います。実はですね、地方自治というものについてはですね、明治憲法には規定はありませんでした。ところが、日本国憲法ではですね、章を一つ設けて規定しています。そこでまず次の憲法の条文から見てまいりましょう。まず1番目、地方自治の本旨とあります。第92条、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるとなっているんですが、この地方自治の本旨って何じゃいなということがまず問題なんですね。で、この条文を受けてですね、地方自治法という法律が作られています。で、地方公共団体についてはですね、この地方自治法で詳しく定められているんですが、ここではとりあえず、都道府県と市町村をね、イメージしていただければと思います。他にもね、地方自治の、あれはあるんですが、一応都道府県と市町村がメインでありますので、それをイメージしていただければいいと思います。ここで、地方自治の本旨というのはですね、2つありまして、住民自治と団体自治のことであるというふうに理解をされています。まず住民自治ですが、これはいわゆる民主主義的な意味合いを持っているものです、ね、自由主義だとか民主主義だとか言いますけど、どちらかというと民主主義的な意味合いを持っているもので、地方の団体はその住民によって自らその事務を処理するという考え方であります。住民自治の原則はですね、後ほど述べますように93条で地方公共団体の議会の設置及び執行機関をの直接公選制による、団体の機関の民主化を定め、いいですね、議会とその執行機関ですね、それは直接公選によってやるんだよという意味で民主化を進め、それから95条で地方自治特別法の住民投票を定めることによって具体化されています。これ95条というのは、確か以前も述べましたけど、要するにある地方にだけ特別に適用される法律のことですね。地方自治特別法、これについては要するに国会の議決だけでなくて住民投票が必要だということであります。次に団体自治ですが、これは民主主義というよりもですね、自由主義的な並びに地方分権的な意味合いを持っていると。要するに国からの自由ですね、国から干渉あまり干渉されないということですね。で、要するに地方分権を進めるという意味合いを持っているもので、地方の事務は国から独立した地方の団体に委ねられると考え方なので、後を述べます94条で地方公共団体の自治権を定めてですね、95条で地方自治特別法の住民投票を定めることによって、具体化されています。つまり地方の団体が国家からむやみに指揮監督されないということですね。だから民主的な意味での住民自治と自由主義的な意味での団体自治、これが地方自治の本旨だということですね。で、この地方自治の本旨が憲法で保障されていることは、地方公共団体そのものを廃止したり地方議会を諮問機関としたりすることは違憲となるということを意味するわけですね。で、2番目、地方公共団体の意義ですが、
地方公共団体の意義については憲法上明記されておりません。ここで一つの判例を紹介しておきます。これは東京都特別区区長事件判決という。で、ここではですね、東京都の特別区は地方公共団体に当たるかが争点となったんですね。要するに、東京都の特別区が地方公共団体、普通地方公共団体に当たるかということならば、区長の選挙だとかですね、区議会の議員の選挙はですね、いわゆる選挙できちっとやめなきゃいけない。例えば、区長を、東京都が指名するなんてことはできないわけですね。そういったことが絡んでですね、議論になった、争点になったものです。そこで、裁判所はどういったかというと、何がここに言う地方公共団体であるかについては何ら明示するところはないとないんですね。地方公共団体なんだという普通地方公共団体なんだということは明示するところではないんですが、憲法が特に一章を設けて地方事情を保障するに至ったゆえんのものは新憲法の基礎とする政治民主化の一環として住民の日常生活に密接な関連を持つ公共的事務は、その地方の住民の手で、その住民の団体が主体となって処理する政治形態を保障せんとする趣旨に出たものである。住民自治ということですね。で、この趣旨に照らすときには、右の地方公共団体と言えるためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足りないんだと。事実上、住民が経済的、文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、遠隔的に見ても、また現実の行政上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等、地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とするという。でだから東京都の 区というものがこういうものに当たるかどうかということが議論されたんですね。というべきであると。でそしてかかる実態を備えた団体である以上、その実態を無視して憲法で保障した地方自治の機能を法律をもって奪うことは許されないものと解するのを相当すると。ね。ただし、東京都にあっては、重要な公共事務が、特別区の権限から外され、あるいは特別区全体を一つの対象として取り扱い、都に市の性格と府県の性格と併有せしめるものが数多く見られる。要するにね、東京都がまとめてですね、物事を処理していることが多いだろうということですね。東京、ないしは東京都議会、それから東京都庁ですね。あとは東京都の知事ですね、に併有説明しているものが多いと、で数多く認められると。として、東京都の特別区は普通地方公共団体に当たらないという判断をしたんですね。確かに、我々の意識の中でどうかというと、東京都何々区という意識はないかもしれませんね。例えば何々県の何々市というのは相当意識しますけど、東京都の何々区であるということを意識することはあまりない。これは私は神奈川県に住んでますので、ね、東京都民じゃありませんからその辺は分かりませんけど、その際は、若干感じるものはありますね。いずれにしても裁判所はそういう判断をしたということです。で、3番目に地方公共団体の機関ですが、憲法では地方公共団体の機関について定めています。第93条に、地方公共団体には法律の定めるところに、その議事機関として議会を設置すると。
だから議会を置かなきゃいかんということですね。それから地方公共団体の長、その議会の議員、および法律の定めるその他の委員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するということですね。議会の議員だとか、要するに、知事だとか、市長、村長だとかってやつですね。これは直接これを選挙すると。で、ここで地方公共団体の長というのは、都道府県知事や市町村長のことを言うわけですね。これらも地方公共団体の機関として設置され、地方議会の議員とともに、その住民による選挙によって選ばれることが定められているわけです。次に、地方公共団体の事務などですが、憲法では地方公共団体の事務処理についても規定をしておると。で、94条に、地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権能を有し、かつ法律の範囲内で条例を制定することができると書いてある。ということは、地方公共団体はですね、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する、つまり運営する権能があるということを憲法が認めているわけですね。そして法律の範囲内でということでありますが、条例という地方公共団体が作るルールを定めることができるとしているわけです。で、この条例はですね、その地方公共団体のことについて、地方議会の議決により定められるもので、法律に違反しない限り自由に定めることができます。ですから、この憲法の中でもですね、公安防止条例だとかですね、まあ、そういったあの条例のですね、違憲性という、違憲か合憲かということもまあ問題になって出てきたわけですね。次に5番目に地方自治特別法ということで、最後にですね、地方自治特別法について説明します。地方自治特別法というのはですね、ある一部の地方公共団体のみに適用される法律のことで、このような法律を国が定める場合には、その地方公共団体の住民投票で過半数の同意が必要とされています。これはだから非常に特殊な例ですね。で、第95条で、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができないと。まあ、あくまで教室説明ですが、例えば神奈川県だけですね、消費税を 15% にします、なんてことをですね、国会で独自で定められちゃ困るわけですね。だからその場合には、神奈川県の住民の過半数の賛成が必要だと。こういうことですね。で、これは国会単独立法、国会だけが法律を作れるという原則の例外にあたり、国会だけで法律を作るってね、いう原則の例外にあたり、例えば神奈川県だけ、まあ、今言いましたように、消費税を 20% とする消費税神奈川特別法なるものを制定する場合に、神奈川県民の住民投票を行い、過半数が賛成しないとですね、国会はこの法律を制定できないということです。で、国会議員に占める神奈川県に選挙区を持つ議員は圧倒的少数者ですから、このような法律を国会だけで作れるとしたら、問題であることは容易に理解できると思います。で、まあ、最近はね、こういう地方特別法というのはほとんど議論になりませんけども、まあ、そういう規定があるということを知っておいてください。で、地方自治法は行政法の領域ですので触れませんが、ね、地方自治法というのは、まあ、どちらかというと、法律科目としてはですね、行政法の領域ですので触れませんが、皆さんも身近な法律です。地方自治法というのはやっぱ身近な法律なんで、ご興味があればですね、その種の解説を読まれることを
おすすめします。私もまあそれなりにですね、一通り読んでみたことがあります。ということで、まあ今日は地方自治についてですね、簡単、ごくごく簡単に触れました。でむしろですね、まあ要するに地方自治法、地方自治に関してはですね、憲法の考え方も当然重要ですが、やっぱり地方自治法をですね、学んでいただければなと、まあ、行政法の領域に入ると思いますけど、学んでいただければなというふうに思います。最後にいつもの感想文ですが、今日は復活への底力、出口さんですね、の方法を紹介したいと思います。まあ、実はこの数年間の間にですね、私はすっかり出口さんファンになったというふうに思っています。もうかなりのいろんな本を読ませていただきましたけど、死の書籍を読むたびにですね、死の深い教養だけではなくですね、柔軟な思考、それから実行力に同年代として勇気を与えていただいたというふうに思います。私よりも2歳ぐらい年上なんでしょうかね。その出口さんがですね、2021年1月に脳卒中で倒られ、失語症や右半身不随などになられたのというニュースを聞いて、その際には非常にショックを受けると同時にですね、しばらく死の的確な歴史認識などの話だとかですね、書物を読めなくなるのかというふうに思い、非常に寂しさを覚えていたのをなというふうに感じております。その死がですね、1年以上に及ぶ懸命のリハビリテーションの結果、2022年3月に APU、 これは非常にユニークな大学ですね、留学生が半分、日本人が半分というような大学ですが、立命館アジア太平洋大学の学長としてカムバックを果たしたというニュースを聞いたときにですね、本当に嬉しかったです。本書は死の復帰第一作である。で、死の復帰自体がですね、非常に嬉しかったんで、本書の内容に触れることはここでは失念しておりますが、かなりね、そのリハビリ過程なんかも含めて、そのリハビリを頑張らせた理由として、死のやっぱり夢だとかですね、それから使命感ということが支えになったというようなことがいろいろ書かれてありましたが、自分の夢に向かってリハビリに励みですね、落ち込む時間なんかありませんと、ね、そんなことに落ち込んでる時間はありませんという、まさに前向きの生き方に共感を覚えるとともに、非常に元気を与えてもらったと思っております。死にですね、ますます期待したい私にとってはですね、出口さんというのは中高年の星であります、ね、やっぱりこの方すごいと思いますね。すごいというのはですね、サラリーマンをやりながらこれだけのことをやって、で今も活躍されているということがすごいということです。で、なんていうかですね、そういうサラリーマンがどんどん増えていくとですね、日本もいい国になるんじゃないかなと。まあ、この前アンナ・ハーレンという哲学者のことを話しましたよね。労働と仕事とそれから活動というのがあると。で、労働と仕事はみんなするけど活動する人がいなくなったといったことで、まあナチスにナチスのヒトラーが登場してしまったというようなことを彼女書いてありますけど、やっぱりその出口さんなんかはですね、
当然労働と仕事はしっかりやられてですね、その上で活動をされている方だと思うんですね。そういう意味で見られるべきサラリーマンの星だというふうに私は思っております。ということで、非常に嬉しかったですね、この本を読んでね。ということで今日はここで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。なおですね、次回で一応憲法入門の入門は終わろうと思っています。ですから、次回は最終の話になると思います。また改めてご挨拶しますが、非常にお世話になっております。以下2点のいつもの2点の件はよろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございます。以上で終わります。